はい。産福志士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理師などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福志士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 聞き流し、福祉住環境コーディネーター2級の14回目となります。今日はですね、住環境の課題と住環境整備の専門職についてやっていきたいと思います。福祉住環境コーディネーター2級の14回目です。聞き流し、住環境の課題と住環境整備の専門職についてです。1番です。バリアフリー設備の重要性は一般住宅にも浸透しつつありますが、 高度のバリアフリー化、2カ所以上の手すりの設置や屋内の段差の解消などの住宅は全体の何パーセントにとどまっているでしょうか ?6.5% にとどまっているんですね。これ、令和3年度のデータとなります。まあ、かなり、まあ、少ない、低いですよね。6.5%しか、まあ、高度のバリアフリー化には一般住宅はまだまだ対応はしていないということになりますね。 2番です。日本の従来の住宅の問題には何が原因とされているでしょうか ?2 つ答えましょう。1つが木,、えー、木構造、木構造が原因となるもの。そしてもう1つがライフスタイルの変化によるものが原因なんですね。えー、もともとですね、日本家屋というものは、えー、木で作られているもう木の構造が多いですよね。それが1つの原因。そしてですね、 えー、ライフスタイルですね。それがかなりですね。あのー、まあ、戦前、戦後、そして、まあ、今になってですね。変わってきているということ。それが、まあ、原因となっております。3番です。木造の日本家屋は、どのような問題があるでしょうか玄関の敷居や上がり框や廊下と和室などですね。床面に段差が生じやすいという問題があります。 4番です。では、その日本家屋の段差が生じやすい木造日本家屋では何が起こる可能性が高いでしょうか高齢者や障害者がつまずき転倒する事故が起こる可能性が高いと言われております。5番です。木造住宅の構造上広い空間が取りにくく、現在どんな原因で 室内空間が狭くなっていると言えるでしょうか2つ答えましょう生活の様式化ですねそれと生活用品の多様化ですね生活の様,、えー、様式化というのはまあ、いわゆるですね大きなのは、えー、今まではまあ,あの畳に布団を引くという,いうような生活様式だったのが ベッドを置くということが多くなってきてますよね。でベッドを置いてしまうと、もう置きっぱなしとなりますのでね、えー、その他の生活空間、室内空間が狭くなるということ。そして、生活用品の多様化ですね。さまざ、あ、まな、えー、グッズ、便利なものとか、えー、いろんなものがあの多くなってきてますよね。それを置くことで、室内空間がやはり狭くなるということなんですね。6番です。 小規模な住宅では、解除時では、どんな問題があるでしょうか解除時や福祉用具使用時に、必要な通路幅、十分なスペースが確保できないという問題があります。7番です。日本の住宅は、高温多湿の夏に合わせて作られているため、どんな問題があるとされているでしょうか冬の寒さに向いておらず、 室内の温度差が大きいという問題があるんですね。まあ日本というのはやはりこう高温多湿ですよね。そういった夏に住宅が作られているんですね。ですので、え冬の寒さには向いていないということ、そして室内と、まあ、室外の温度差が大きいんですね。8番です。室内の温度差が大きいとどんな事故の原因になるでしょうか 高齢者ですね。特に循環器系に疾患がある人や、障害者にとって不適切で入浴中の死亡事故の原因となることが多いんですね。これ覚えておいてください。9番です。住環境整備のメリットを答えましょう。4つです。はい。1つが生活が自立し、QOL、生活の質が向上するということ。 二つ目が、高齢者や障害者の尊厳を保つということ。三つ目が、精神的な自立につながるということ。四つ目ですが、生活全体の意欲を向上させることにつながるということですね。こういったですね、えー、大きな四つのメリットがあるということですね。まあ、だから、住環境整備というのは、まあ、やはりやるべきであろうと言われております。十番です。 住環境整備について、介護する人のメリットを答えましょう。介護の量の軽減や解放により、安全・安心の確保をすることで、介護する人の QOL を向上させ、家族関係の円滑化の原因につながるあ、実現につながるということですね。まあ、介護する人にとってももちろんですね、介護をする場合のこう軽減であったり、 あの難しいことの解放とかですね、安全とか安心を確保することで、やはり精神的に楽になりますよね。で、あの家族介助をやっている方にとっては、家庭関係の円滑化になる,なるということになります。11番です。歩行、車椅子やベッドの異常、立ち上がり、起き上がりなど、基本的な生活動作の改善に必要な訓練や指導・援助を行うのは何でしょうか あここからですね、えー、専門職、住環境整備に関わる専門職の問題になります。何でしょうかはい、理学療法士ですね。PT と言われるものです。12番です。PT と同じく、リハビリテーションの中核を担う職業で、手芸や工作などの作業を通じ、応用能力や社会的応力の向上を援助するのは何でしょうか作業療法士。 ですね。OT と呼ばれるものですね。13番です。PT、OT ともに、リハビリテーションの中核を担う職業で、言語訓練や必要な検査、助言、指導、言語障害の機能訓練を行うのは何でしょうか言語聴覚士ですね。ST と呼ばれるものですね。14番です。 介護保険法に基づいて、ケアマネージメント業務を行う専門職で、ケアプランを作成し、様々な関係機関の調整役となるのは何でしょうか介護支援専門員ですね。ケアマネージャーと呼ばれるものです。15番です。日常生活に支障がある人に対し、福祉についての相談指導などの援助を行う職業ですね。 利用者の生活上の様々な対応をする職業は何でしょうか社会福祉士となります。16番です。精神障害者が新たに生活を始める場合など、保険や福祉関連の給付制度や支援制度の助言を行う職業は何でしょうか精神保険福祉士と言います。PSW とも言いますね。 17番です。資格の有無にかかわらず、社会福祉の分野に従事し、社会福祉、行政、医療などの場で、利用者や家族などへの相談援助、関係機関との調整などを行うのは何でしょうかソーシャルワーカーですね。SW と言います。まあ、社会福祉士がいわゆるソーシャルワーカーと、まあ、呼ばれることもありますね。18番です。 介護支援の必要な高齢者や障害者にとって、最も日常生活に密着した身近な専門職は何でしょうか介護福祉士となります。まあ、えー、ヘルッパーなどもね、そういった職業にあたると思います。19番です。医師の指示のもとに身体機能を補い、生活に不可欠な用具の技師、装具について、 装着する部分の再掲・採寸、製作を行うのは何でしょうか技師、装具師となりますね。20番です。福祉用具の選定、調整、使用方法の指導などを通じ、適切な使用のための支援を行う職業は何でしょうか二つ答えましょう。はい、一つが福祉用具専門商、相談員というものですね。で、もう一つが 福祉用具プランナーというものですね。21番です。福祉用具を対応または販売する事業所には、誰を何名以上配置する義務があるでしょうか福祉用具専門相談員を2名以上配置する義務があるんですね。まあ、いわゆる街にですね、ある福祉用具を対応または販売するお店、事業所ってありますよね。 そこには、福祉用具専門相談員を2名以上配置するという義務があるんですね。22番です。リハビリテーションの分野で、車椅子、技師、装具、コミュニケーション機器、自助具など、様々な福祉用具の開発、製作を行う職業に従事する人を何と言うでしょうかリハビリテーション法学技師と言います。 23番です。建築の設計、工事、管理等を行う職業は何でしょうかはい、建築士ですね。1級、2級、3級とあります。24番です。インテリア計画や適切な商品を選べるように助言を行うことを目的とした資格は何でしょうかインテリアコーディネーターですね。25番です。 インテリアの企画設計、工事管理を行うことを目的とした資格を何というでしょうかインテリアプランナーと言います。まあ、インテリアコーディネーターとプランナーの違いですね。まあ、ちょっと、まあ、似ているようで少し違うんですね。26番です。マンションの占有部分について、世襲のニーズを把握し、マンション特有の制約条件にも配慮し、 リフォームの企画提案等を行うのは何でしょうかマンションリフォームマネージャーと言います。27番です。住宅リフォームに関連して工事依頼先の選定や工事費の見積もりなど一般の消費者のためのコンサルティング業務を行うのは何でしょうか増改築相談員と言います。 はい、えー。今回ですね、テキストの14回目ということで、住環境の課題と、住環境整備の専門職という内容で動画を作っています。日本の住環境における、まあ、様々な課題とですね、えー、住環境整備における様々な専門職ですね、について網羅して一問一答を作っています。かなりですね、ボリューム多く作っていますが、まあ、かなり試験では重要ですね。まあ、特にですね、あの、日本の住環境、 えー、木造住宅における課題であったり、まあ、様々な専門職ね、えー、関わる人が多いんで、えー、一問一答よく見てですね、しっかり聞いて覚えてください。はい、えー、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね、生活の隙間時間や空いた時間、通勤、通学の時間、夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分とか20分でもいいのでね、毎日やることでしっかり はりと知識を定着させてですね、試験に臨んでください。はい。複数環境コーディネーター2級のテキスト動画、まだまだ上げていきますので、よろしくお願いします。以上です。